冬の交通安全県民運動が始まるよ。期間は12月15日から12月24日までだよ。今年の運動の重点は、重点1、ご家老門運転の根絶、重点2、歩行者の保護と歩行者の交通ルール遵守、マナー等の実践、重点3、飲酒運転の根絶。重点1、ご家老門運転の根絶。ご家老門運転4つは覚えてくいたかな？車間詰めてもご家老門、前の車が急停止しても追突しないよう3秒間の車間距離を取りましょう。合図出さんでもご家老門、車両は曲がるときなどは30メートル手前から、進路変更をするときは3秒前から合図を出さなければなりません。スマホ使ってもよかろうもん。スマホを使用しながら運転すると人を跳ねる危険があります。信号を守らんでもよかろうもん。黄色信号は停止線で安全に止まれないとき以外はきちんと止まりましょう。重点2、歩行者の保護と歩行者の交通ルール遵守、マナー等の実践。歩行者の保護は、車は横断歩道では歩行者優先です。夜間は原則ハイビーム運転で早めに発見できるようにしましょう。歩行者の交通ルールの遵守、マナーの実践。歩行者は横断歩道を渡る、反射材を利用する、車が停止してから渡るなどに気をつけましょう。重点3、飲酒運転の根絶。運転するなら酒を飲まない、酒を飲んだら運転しない、運転する人に酒を勧めない、酒を飲んだ人に運転させないのしない運動を徹底しましょう。進め安全な未来へ、佐賀県からのお知らせです。ツイッターもよろしくね。